ございます。レイラです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、今回はレイラの休日おうち時間ルーティンをやっていきたいと思います。はい、いつも私は寝てる時にお人形さんたちに囲まれていつも寝てますということで、今から顔を洗ってスキンケアをして歯磨きもしていきます。それではどうぞ。はい、今顔を洗ってスキンケアをして歯磨きもしてきました。改めておはようございます。今から朝ごはんを食べていきたいと思います。これは無糖のヨーグルトとバナナとオートミールが入っていますとココアです。ではいただきます。うん、このヨーグルトがすごい美味しくて好きです。一番好きなヨーグルト。ごちそうさまでした。はい、今着替えが終わってヘアセットもしてきました。いつもは家の周りで犬のお散歩をしているんですけど、今日は家族みんなで広い公園に行って遊びに行きたいと思います。行ってきます。今ベンチに座ったので家族みんなでお昼ご飯を食べます。ファミマで買ってきたのは潰れてるサンドイッチです。カバンに入れたら潰れました。あとはいちごミルクと、あとお昼食べ終わった後にみんなで食べるお菓子、あと水を買ってきました。ではいただきます。風が強くて髪の毛が本当になんかボンってなってます、うん、見て、いただきます。はい、今帰ってきました。みんなでたくさん歩いたりたくさん走ったりしてすごく楽しかったです。今の時刻は4時過ぎぐらいなので、今から TikTok を撮りたいと思います。TikTok 撮り終わりました。今から宿題をやっていきます。
終わった終わりました。15分ぐらい今読んでいる小説を読みたいと思います。今日読む本は隠し事っていう本にしたいと思います。学校にも今持ってってまだ途中なんですけど、すごい面白いのでみんなにも読んでほしいなと思います。では読んできます。はい、小説をですね15分ぐらいかな読んだので、そろそろ終わりにしたいと思います。で、なんとパパがですね今日夜ご飯を作ってくれるということで、お手伝いをしに行きたいと思います。はい、今夜ご飯が食べ終わったので少し筋トレを紹介していきたいと思います。まずはスクワットをするんですけど、膝をなるべく前に出さないように気をつけてます。次はさっきとはちょっと違うんですけど、スクワットで足をちょっと肩幅より広めに開いて、内側のももを鍛えるっていうのをやってます。筋トレの最後は腹筋をやりたいと思います。30回やっていきます。はい、全部筋トレが終わりました。お風呂の準備をしてお風呂に入ってきます。はい、今お風呂から出て髪の毛も乾かしてきました。お風呂に出たらすぐ化粧水をしないといけないので、こちらのアダラボモエスト化粧水 D を塗りました。ちょっと今日は久々にパックをしたいなって思うので、こちらのヌルルーンのピンクのパックをしていきたいと思います。こちらは36枚入ってます。これをつけます。チラリーン怖い。ちょっと待って、怖くない？怖いんだけど。いや、下手くそなのかな、つけ方。オッケー、できたかな。こちらを5分から10分つけます。その間に髪の毛を乾かすときにつけたものを紹介します。まずはこちら。こちらはドライヤーで乾かす前につけた洗い流さないトリートメントです。 D で熱を味方にするオイル。次はこちら、エクストラオーディナリーオイルセラム、こちらをつけました。結構これはサラサラめで、こっちはトゥルントゥルンめです。トゥルントゥルン目。次に足のマッサージをしていきます。つけるのはこちらです、ニベアプレミアム薬用ホワイトニングミルク A。 こちらをつけて、後に着圧スパッツを履きます。で、マッサージをするときはまずふくらはぎからこんぐらい取ってつけて、手をグーにして下から上にシューンって。で、この時になんて言うんだろう、足首をギューギューギューってほぐすイメージでマッサージをします。結構私マッサージはお風呂に入ってる時とかお湯に浸かってる時にやってます。オッケー、マッサージも終わりまして、パク取りましたただいま、レイラです。さっきもレイラだったけど。ではマッサージをしていきます。はい、スキンケアが終わりました。次はストレッチをやっていきたいと思います。はい、今からストレッチをしていきたいと思います。
はい、ストレッチが終わりました。はい、ということでレイラの休日おうち時間ルーティーンどうだったでしょうか。ぜひ皆さんが毎日やっているルーティーンもしあったらコメント欄で教えてくれると嬉しいです。それではもう夜遅いので寝たいと思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。おやすみー。